はいたーい。ここは沖縄、田島屋で取り扱っている商品の紹介をしていきます。今日はどんな商品を紹介するの？ブランド、カンゴール。シリーズ、パズ。形状、リュック、デイパック。品番、250の1510。サイズ、横31、縦48、奥行き15cm。カンゴール、パズシリーズから、リュック、デイパックのご紹介です。毎日の通学や部活、通勤用としても活躍してくれるリュックです。程よいサイズ感と、飽きずに使用できるデザインになっております。ポケットなどの収納スペースも多く、荷物の小分けにも便利なので、ちょっとした小旅行にも最適です。背面には、小物が収納できるファスナーと、メイン収納アクセスファスナーが付いていて、シーンに応じた荷物の取り出し方ができます。メイン収納は B4 サイズ収納可能で、クッション性のあるオープンポケットは PC、タブレット収納に最適です。詳しく見ていきましょう。正面。背面。側面。底面。正面。背面部分。ショルダーベルトには反射テープとチェストベルトがついています。ショルダー部分、背中部分には、クッション性もある、通気性の良いメッシュ素材が使われています。背面、ファスナーポケット。ファスナー部分には、両面にロゴが打刻されています。横幅分の奥行きがあります。感がついています。メイン収納に直接アクセスできるファスナーがついています。正面には持ち手と D 感がついています。側面には容量調節ベルトがついています。オープンポケットの開口部は、ゴムで伸び縮みします。500ml ペットボトルが入る大きさです。反対側も同じ仕様になっています。正面下側のファスナーポケットです。正面上側のファスナーポケットです。下側に1センチほどのマチがあります。ダブルファスナーポケット。
ペンホルダー、3つ。オープンポケット、S、1つ。メッシュファスナーポケット、M、1つ。オープンポケット、M、1つ。メイン収納は、ダブルファスナー開閉になっています。容量は約26リットルです。B4 がゆったり収納できる大きさです。内側にはオープンポケットがついています。クッション性があるので PC、タブレット収納に最適です。A4 が入る大きさです。B4 はギリギリの大きさです。前側にはファスナーポケットがついています。メイン収納アクセスファスナーとの位置関係です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、お願いします。またやあさい。